ご視聴ありがとうございます。ハレリアの方向です。はい、皆さんこんにちは。ハレリアプロの木村です。始まりました第60回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。はい、第60回にして初めてなんと津村さんと一緒に。そうですね、そう、津村さん第1回から出て、はい、僕第6回から出てるんで、ね、しかも準レギュラーみたいな感じでね、月1回ぐらい出てるような気がするけど、まあ、実はこの人選って結構多くの人が携わってるんで、まあ、僕のことが嫌いなんだから60回目にしてついに観念してようやく一緒に出られる。僕が言ってたのはこの動画の人選とあと台本のねちょっと制作にちょっと関わらせてもらってるんですけど台本ねいつも無視するからいや昨日の、ね、津村さんと飲んだんですよね、はい、飲みに行って津村さんに言われたのが、お父くん、明日も無視しがいになる台本を頼むやつだって今日は僕どっちかというとサブ側になったら、今日はちゃんと台本を持っていこうかな。なるほどね、いつも台本作っていただくんで、でもせっかくなんで、はい、ちょっと台本の通りの話をしていこうかと思うんですけど、はい、グランプリ本校とかありますかね、はい、早速、まあ、無視しがいのある無視しないでグランプリ本校で言えば、まあ、ハレレアフォープとか宇都宮くんがね最近入ったばっかりなんですけど、準優勝をするとシルバーレベル、そうそう、達成がかなり厳しい条件だったんですよね。準優勝縛りで、それは見事に。ちょっとね、まあ、他の GP に比べると人が少なかったとはいえ、準優勝がいかに大変かと。もうなんか、ツイッターとかに木が飛んでるとかね。そんな悪天候の中、準優勝してシルバーを。いや、おめでとうございます。なんですね。まあ、今回はちょっと話の流れであれするんですけど、はい、まあ、モダンをお送りしていきたいと思うんですけど、はい、ちょっとね、今回、構築に縛りがあるんですよね。そうですね、前回は原根君と宇都宮君のティアー1対決、そうそう、人間対ホローバインという今ときめくデッキだったんですが、今回はマジェットデッキ、まあ、ちょっと格安デッキ構築ということで、格安デッキ構築、格安モダンの中ではね、モダンモダンの中ではちょっと、ま、最近ちょっとマジックの数が全体的に全体的にちょっとどうしても上がってきてますので、まあ、それでもモダンの中ではかなりかなりお安いデッキ、お安いデッキになってますね。はい、デッキはね実際対戦するところからお楽しみということで、はい、じゃあ実際早速始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、お10選定もらったんじゃないですか。これは3、さすがにいやモダンのね選定は大事ですよね。はい、戦闘できる、はい、こちらまでお願いします。はい、電動の圧でちょっと前時間がいやでも電動に負けないようにちょっと今日 T シャツ取って出していた威嚇していこう。いけ、キープ、じゃあ失礼します。はい、下にお願いします。お願いします。1回目速走、はい、アタック、はい、10点終わりです。これはちょっと苦しいか。指紋、指紋、お、このデッキに入ってる一番高いから多分すげえなぁ。キャラみたいな思い出がした津村さんのね、そのカード昔の名前で呼んじゃうから、めちゃくちゃ放送で怒られる。ラバマン、ラバマン、渋いってことバンですか。普通でもこれどこ行きますかね。僕としては土地が欲しいからちょっとケアとか、あ、確かに人工のいいものだったりとか、なるほど、むしろところですけど、ちょうど捨て替えがありそうなカードもあるし、すみません、フェイスレスとかね、はい、キャフルスタッフ、キャフルスもうね、あのゲーム機のこと全部ファミコンって呼んじゃうお母さん確かに最近その気持ちちょっと分かってきたじゃあ、どうします。はい、持ちノー、とりあえず1点、はい、18でよろしいですか。はい、で、そのコンボして終わります。圧をかけていきます、圧を。お、ドラッグ、懐かしい。拷問台です。これはもう津村さん世代じゃないですか。いや、ちょっと違う。さすがにすごい古いから。ご存知の通り、まあ、手札が少ないほどダメージを与えられるということなんですね。はい、3枚以下だと誘発していく。そうです。じゃあ、また審問で。じゃじゃん。おや、本体火力。今、リザードで1万3点。じゃあ、さすがにどこか。で、集合。まだダメージはない、ね、まだ3枚でない、どうします。カットをしていこうかな。取れてしまうか2、3、4、5、6、7、8点いける、出ちゃうかな。
気持ちよくなっていく。本当にただ気持ちよく なりたいだけおじさんの気もするが。ラマン。お、はい。やばい。ダメージ前に1なんですけど、本体で誘発でしょ。まず17になりました。で、はい、4点です。いや、もう1回やります。はい、で、今回は2点払って、そちらが18で、で、誘発して16から6点で10、はい、で、10。そんな反動使い切っちゃっていいんですか。知らん、知ってます。俺の反動も腐ったけど。デブダラカイというカードはデブダがないです。3万。はい。お、腐し。お、77。デブダの数だけはマイナス。そうです。今手札がないんで、77、はい、77。これはちょっと渋いカードなんですけど、はい、出た時に、まあ、対戦相手1人選んで、そのプレイヤーの手札の数だけマイナス1修正で、もう多人数戦度って一番手札が少ない人を選ぶ。そうなんです。なるほど。というわけで、ターン終了。まずピークに3点。それが15ですね。15対10。でどうします。はい、今6。あ、そう、うん、渋い感じになってきましたな。終われんのかな。終われんと。終われんときます。アンタップアップキープのローカード、どれどれ。デレスじゃん。デレス、デレス、いいですか。はい、感謝。コンボった。入場コンボ、はい。じゃあこちら7ですね。で、ここはかかる。はい、こういうのもあるのか。友情コンボ。しかし、アタックにはさすがにいけないから終了。今度の本体、こちら5です。で、アンタップしてアップキープに30。12ですね。どうします。謎は頼むよ。5。アンタップアップキープ結構いい勝負になってるぞ。ベグイク5対12。で、こっちって1。5なんだよな。で、まあ3まではほとんど。そうですね、まあ、もう一回やります。さすがに大丈夫でしょ。ない、ない、全然ない、はい、で、ジャックはなしで終了。本体、はい、こちら3の、そちらが9。じゃあ次、9になってドローします。はい、その盤面だけだと足りているんですが、手札1、1。うん、仮に1枚が除去だった場合、こう突っ込んでしまうと1匹ブロックされて、もう1体が死んで大惨事。一応このままボーッとしとくとラバマンサーで次のターン全般した方が勝たそうなので、ステイ。なるほど、ほぼ勝ち確。ほぼ重いだろ。ほぼ、あー厳しい。はい、今回投票でございます。早いな、相手の敵がね。マジックから牛丼と呼ばれている。やっぱりラバマンサーは結構きつかったね。です、感触もね。感触はさすがに。いいやつ出して。はい、こちらはこの4枚をサイドアウトして、この4枚財源にします。はい、ちょっとね、こっちは手札が必要なカードなので、若干相手のデッキの戦略的に微妙かもしれませんが、抜いたカードよりは強いでしょうということで、こちらのサイドボードはこういう感じになります。まあ、ちょっと相手がこの減るのが早そうなデッキなんで、その手札配を減らして、サイドインはまあすごい順当に効きそうなところって感じですね。先手後手は先手でお願いします。先手でいいんですか。先手で。その手で結構ね、真面目に相手の手札を減らさないっていう。そうですね、まあ、マリガンとかもね、相手しづらくなっちゃうし。で、こちらキープします。まあ、サイドインしたカード結構してて、そうかなと。こちら、もうスタンダードかなんで、手札ですけど。はい、じゃあお願いします、はい、お願いします。一旦動きなし。動きなし。動きなし。ウォーマッツ。ウォーマッツ。アタック。いや、いや、1点。大きいです。フォーマットは結構手抜いてきた。やられてしまう。しかし、お、1ゲーム目とは違うのですよ。強い。終了。まさか止まってしまうのか。うっ、ピタッ。これはしかし引いてしまえ。なるほど、キャラクタースタイル。はいはいはい、全然。うっ、
あーさすがに感触これはまずいですね。感触して山々を、硬い速攻持ってないない、まだ18の21。プロと素人の違いが出てしまう。14。はい、14。苦しい。しかし、フォーカープロして。ほうほうほう。3枚目。スリーカーブ。はい。28。多い。いやー、本本も染みますね。ほら、66。でかい。はい、で、10で、次55でも、まだ超えられない硬すぎる。もう、回転空、空から来るかどうかな、まあ、接種持ってるから行くか、決めましょう。じゃあ、66と23登場だよ。あ、ブロックしてない。接地があるから毒だけで、アッキブ2点で終わりかな。接地があるから。接地毒だから待って、ブロックされる前に効くよな。先手いただきます。はい、分回りたい。さっきハンデス打たなくてね、やっぱり相手がハンデス使い切ってくれたんで、もうマイナスで、全てが。でもさっきと手札一緒かな。さっきと違ってもこいつがいるぐらいですけど、まあ基本的にスタンダードっぽい手札ですけど、かなり良いので消える。まあ、ちょっとさっきと違ってサイドカードはないんですけど、まあちょっとこれをマリガンするとこのデッキを使うあれがどうかなっていう。もうね、あれが、あれね、僕ちょっとあれが多い。俺も俺でまたお母さんだから。あれがあれであれよ。はい、じゃあ大キープということでお願いします。あー、あれがあれで。はい、あれです。あれで、あれです。はい、はい、あれで、あれで、あれ、あれ、あれで、ポッター、山々、あれ、お、あれ。マジであれしか出ない。そう、ポッター、モナセリティ、モンスター。飛行はね、マジでどうしようもないんで。大事なのは飛行ではないから。ルーティングだ。はい、そう、押して、で、リコまで行って、カタンに落ちます。17、あ、16かな。で、3点。はい、16です。終わりです。はい、何かあった。リクロロンカット。もう1個。おぉ、歴史部。はい。1点ルーズが先で、で、ディスカード、生贄、土地。ディスカード、ディスカード、生贄、土地。で、こちらが15の19。終了。はい、ライトアップしているのとして1点です。はい、終わりです。これも相手が延々反動が減らない。で、
拷問台に似てるけどちょっと違うんですよ。手札の枚数にかかわらず条件を満たしてたら3点。じゃあタックして、はい、手札の13点。貧乏症だとなかなか捨てられない。もうちょっと貯金したい。これボーマットに爆発されると結構困っちゃう。もうちょっと貯めたいな。ジクロワンさんと、うん、はい、終了です。今が6、6、じゃあ、2、3、4で、5、5、おー、いや、微妙。やってしまったときさすがに叫ぶからな。これアタック4、サクリで2、2になる。結構どんな火力でもいかれそうです。はい、そして、まあ、どうせどんな火力でもいかれるんだよ。ブロックするんじゃない。これ死なない。どうせ死なないかブロック。はい。そしてミスカーブして、はい。何人です。せっかく、はい、じわじわ減っていたのに。これ結構駆け引きもらいましたね。面白い、ちょうどいいカード。ゼロワンカード。お、いいね。はい、はい。はい。一応そのように絞る。いこう。はい、出る。なんか、受けありそう。これは結構苦しいな。これは結構苦しいな。指紋。お、来た。うおー、くしゅ。これ選ばれてダメだよね。選ばれてダメ、はい。また、はい、ここでリバークして。ガメてしまった。で、終了です。ハッピー3点くらい。で、10。入れてほしい。だから、しばらくしていいよ。はい。感触引くなぁ。感触すごい。おぉ、はい、3点。はい、黒切れです。終わりです。これは結構ダメージレース、いい感じになりそう。そんなのかい。一般の2枚。今2枚、1点。9で、どう、はい、さすがに何点もらって6。6え、ボンボン。いや、大丈夫。そんなには。このカード残したんだけど、出すと絶対負けるっていう。6。次のターンに死ぬことがあり得るんですね。これの話かな、今の。出すと死んでしまう。友情コンボしてしまうなって。エンドで、はい、終了。0点。ボボボボボボ。で、あんた、そしてアピープステンス。で、ドローします。神よ。行かれてしまった。うっ、おお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 来ないよね、やはり黒いデッキはちょっと赤いデッキに弱いと。どうしてもハンデスとかで盤面、手札とか消耗させても最終的に火力とか速攻クリーチャーでやられてしまうという。しかもこのデッキには感謝って王国の天敵が。あ、でも感謝があるかもしれんからなーって打たないことないしな。あのエンドせっかく引いたのに。というわけでお送りしたハレリアコンバットいかがだったでしょうか。今回僕が8ラックというデッキを使わせてもらって、つまやさんが1回も出てこなかったけど壊して出せなかった。いや、このデッキ放送でも使ったんですよ。非常に楽しい、すごいいいデッキですね。本当にスタンダードライクなんですけども、モダンならではの進行だけ物語が感触みたいな
あとケルドの炎から完食とにかく完食12枚も稲妻が入っている。いいデッキでした。このデッキで一番お値段が張るのがラボマンサーなんですけど、まあちょっとウィザードクリーチャーということで非常に重要ではあるんですけど、最悪ここはなくてももしかしたらいけるかも。逆に僕の使ったデッキエイトラックなんで、はい、まあ多分一番高いのはデッキの新物かなっていう。このデッキをじゃあバージョンアップしていくとしたらどうなるんでしょう。モダンの赤いウィザードって意外と思ったより良くて、うん、そのスタンダードと比べてグッと増えるんだろうなと思って調べてみたんですけど、あんまり増えなかったので、まあ、結構このままでもいいのかな。サイドボードは結構ここが変化する余地があると思ったんですけど、まあ、逆にこのエイトラックもレベル高い脅迫を入れてたりするんですけど、はい、まあ、これが思考学校になったりとか、うん、あとまあこういう赤いデッキがちょっと苦手ではあるので、まあ、集団的蛮行とか。ああそうですね、最近おなじみ。あとはまあね、あのサンマダのレールのリニア。今回はすごい大活躍でしたけど、ニクサシット出してる場合じゃないんだってモダンでね。まあ今回はね、もう大きいクリーチャー殺しづらいデッキだったのでいいんですけど、まあ黒緑とかだったら死にやすいですね。なんと今回こちらのデッキはね、はい、ハレルヤの通販サイトでデッキ販売されるということで、購入したらその75枚すぐ遊べる。そうですね、このまま遊んでいただける状態になっております。なんならね、2つ買ってこの再現した再現していただいてもらっても、すでにベールのリリアナとかを持っているっていう方でも、まあこちらすぐ調整できるしっていう、というわけで、はい、まあ今回動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やシェアボタン、はい、あと応援メッセージなどコメントしていただければなと思います。多分この動画が上がった6時間後ぐらいに僕と世界選手権の解説をきっとやらせてもらっているはずなので、無事にアメリカにたどり着いていればはい、そちらの方もぜひご覧いただければなと思います。あれですね、チャンネル、あれですねちょっとね、ライターとは思えない、ちょっと言葉が出てこないまあ、あれが1万人達成しまして大丈夫ですかあれが1万人まあ、皆さんのおかげさまでね、はい、おかげさまで登録者数の方が荒れさせていただきましたので、まあ、YouTube スペースでの撮影も現在鋭意企画中ということで、なので、まあ、今しばらくお待ちいただければと思います。それでは今回はこういうところで、はい、あれしましょうか、最後に大丈夫かなご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。